今日見てもらうのはですね、あの、ま、今んところシリーズ最高傑作と、まあ、僕が勝手に言ってるんですけど、キメラアント編がですね、少年ジャンプで連載していた頃、つまり、連載中ですね、かなり昔にですね、作品の魅力について話した動画です。今からですね、もう17年前になるんですね、あの、キメラアント編。<laughs> 17年前というとですね、それまでですね、その、毎週1話のペースで続いていたハンターハンターの連載ペースがガタッと落ちた時期に当たるんですね。つまりもう、もう本当によく休みを取るような期間。で、それまで救済しがちだ 一応ですね、その週刊連載という手は保ったんですけども、1年単位のですね、お休みができたのは多分この時期だったと思いますえ。この動画が配信されたのはですね、ジャンプでの連載が1年半ぶりに再開されたという時期でですね、ストーリー的にはですね、キメラアンとタイハンターの最終決戦が始まり、主人公ゴンと宿敵ですね、ネフェルピトの戦いが始まるか。 といったですね、キメラアント編がですね、もう最高に盛り上がってくるあたりですね。今日の動画ではですね、そんな当時の最新のエピソードを読んだ直後に感じた、もう本当に連載中に僕が感じた、ハンター×ハンターの凄さ、面白さについて語っています。動画が終わった後にもですね、かなり長い目のですね、ちょっとあの補足してフリップ使うですね、アップグレード情報ある。それでこれで用意してるんですけどね、フリップ使うプ長い目のアップグレード情報あるので、こちらもぜひご覧になってください。それではここからですね、無料動画、スタートです。はい。 俺あのー、ここにクリップついてるのがわかるね。えー、ハンターハンターだけの切り抜き作ってるんだ。<laughs> <laughs> いい歳してバカだよね。なん <laughs> でだよーとか、ね、ネフェルピトに対してゴンの怒り爆発だよそれに関して、落ち着けと、キルアが止めるわけだよねここ。ゴンが怒ってる。それに関して落ち着けと、キルアが止めて、で、キルアはいいよね。冷静にいられて。関係ないからっていうセリフがあって、これね、ゴンフリークスがね、 キルアというより他人に関してここまで突き放した言い方するのは初めてなので、ね。このネーム見たらね、やっぱ漫画ってネームなんだよね。よくあの、この作者、絵を手を抜いてるとか、しょっちゅう休むとかって文句言う人いるけど、こんなネームね、切れる人間だからいいじゃんって思うんだよ。こんなすごいネーム切れないよ。で、次の、じゃあネームだけの作者なのか。そうじゃない。このキルアの受けた顔で、この口の、この2枚だけで、 表情を作ってる。つまり、これ、一つ、最初の口だよ、ね、これ次の口。これっていうのは、キルアが、ゴンまで俺にそんなこと言うのかとか、なんか絶対裏切らないと思ったゴンに対して、なんかこう傷ついてるんだよね。でも、今の状況っていうのを考えて、その怒りとか絶望を一旦抑えた後の目になって、急に、てめえがテンパってるから言ってやったんじゃねえかっていうふうに、パッと、わ、わざと荒い言葉に切り替えてるんだよ、ね。 このあたりのそのキルアの性格の出し方っていうのを、口の表情、この口の表情の2つだけで、この下がっている口がほんの少し上がるだけでやる。これね、 絵もすごいけど、読者に対する信頼がすごいね。読者というものを、漫画というものとかですね、漫画、自分の漫画を読む読者というのをとことん信頼してないと、この表現出ない。すっごい大事なシーンだし、これでゴンっていうキャラクターが一段深くなり、キルアという人が深くなって、単語本のずっと前から予言されている、そのキルアの親父が言っている、いずれお前はその友達を裏切るようになるっていう、延々積み重ねられている、このキルアに対する伏線だよね。多分これが、 そこのうちのキーの一つだと思うんだけども、それをセリフに対する説明もなく、セリフでの説明もなく、ドラマ上、ストーリー上のフォローもなく、わずか二コマの絵だけで見せてやっちゃう。これは作者としてこれが描けるかどうかというよりは、これを読者に引き渡す勇気がよくあったな読者のこと信じてるなそれは自分の漫画の表現力のことをよく知ってるから、よくなんかこんなブランクがあるのにできるなと。めちゃくちゃ感動してしまったね。もう、ああ、俺はハンターハンターについてきてよかったと思って。 はい、お疲れ様でした。もうギャオジョッキーの頃の俺若いですよね。まあ、アップグレード情報行きましょう。<laughs> ハンターハンターを読んでる人はですね、ご存知の通り、キメラアント編っていうのはですね、まあ、クライマックスを呼べるシーンいくつかあるんですよね。えー、なぜかというとですね、最終舞台、決戦の舞台であるですね、宮殿に突入してからですね、視点がいくつも分かれるんですね。ゴンとキルアの、まあ、ペアの行動、あと、ナックルとかですね、イカルゴとかですね、ネテロ会長、あとね、その、新衛隊の3人などのですね、いろんな主観で語られるからなんですけど、 数のキャラクターのドラマがですね、そのそれぞれ違った場所で同時進行するんですね。それを描いてる群像劇だから、誰にですね、フォーカスするのかでですね、このクライマックスの場所が違います。で、今回の動画で話してるのはですね、ゴンとキルアのコンビとネフェルピトの対面というですね、まあそのゴンストーリーのクライマックスのような場面です。えー、恩人であるカイトをですね、無残に殺してしまったネフェルピトに、まあ一応復讐するためにやってきたはずなんですけども、えー、ゴンとキルアはですね、主服的であるピトのです、ね

でもなかったような一面ですねなんか想像もしてなかったような面をですね身を挺して弱者を守る姿っていうのを見てしまうわけですねここでですね冷静に状況を分析するですねキルアに対してゴンは激しい葛藤に襲われますこれまでですね対抗本の2六巻分でですね丁寧に丁寧に書いてきたですね心優しい少年のゴンとあと復讐に燃える戦士としてというか一人のですね人間としてのゴンがもう心の内側で彼の中でぶつかり合ってしまうんですねこの シーンでですね、東橋先生はですね、ゴンの抱える葛藤ですね、つまり異なる感情のぶつかり合いっていうのをですね、ゴンの表情変化としてですね、割とダイナミックに、まあ、あの、少年漫画の範囲内ギリギリで描いてるんですね。えー、例えば、これあの全部26巻からの引用ですけどもですね、小麦を守る人を見て一瞬ひるむんですね、このひるんだ表情ですね。で、怒りを再点化、えー。ふざけるな。 縦、ね、外へ出ろっていう風に言うんですけども、縦っていうのはなんで、なんでかっていうとですね、縦っていう風に言っちゃうのはなんでかってと、座ってるですね、ピトを攻撃できないんですね。ねこれがもうそのゴンの心の揺れなんですよ。本当に復讐に来たんだったら戦うためだったらですね、縦っていう必要もないはずなんですよ。その場で攻撃してもいいはずなんですよ。縦、縦、外へ出ろって言ったら、そう、外へ出たら小麦死んじゃうんですから、実は目の前の小麦を助けようと、小麦っていう女の子を助けようとしてるピトに対して、ゴンはもうその女なんか なんかどうでもいいっていう感情のはずなのに、立てっていうふうに言ってしまう。で、立って外へ出ろっていうのは、外へ出ろっていうのはその、別にあのヤンキー漫画みたいな、外へで喧嘩してる、ここだったら周りの迷惑だからなという意味じゃないんですよね。外へ出ろっていうのは、このシチュエーションに自分が居合わせられないからですね。誰かを救おうとしてる人を、今から俺は倒そうとしてるっていうですね、自己内の矛盾を、ちょっとでも負担を軽くしようとして外へ出ろっていうふうに言ってるんですよね。この光景でですね、戦えなくなってしまうんです。 しかしですね、フェルピトはですね、この人を助けなきゃっていうのを聞いてですね、一瞬心の中に凪が訪れるんですね。ふっと風が収まってしまう。で、助けなきゃって何何っていうふうに。怒りが冷めてしまったんですね。こいつをどうするべきか、俺はどうしたかったのかっていうのをですね、見失ってるんですよ。 ええとですね、こっちになるわけですよね。ずっとですね、こう、心の中で戦いが始まってしまうわけですね。もうですね、こいつは敵だ。カイトを助けるためには倒して倒さな、い倒して屈服させなければ、言うことを聞かさなければいけないと分かってるんです。で、そのためにもう一回怒らなきゃいけない。勝手なことを言いやがってっていうふうに言ってるんですけど、懸命に戦っていたと。 ゴンは懸命に戦っていった。何を戦っているのかっていうと、自分を怒らせようとしてたんですよね。で、次ですね。それをですね、見ていたキルアがですね、まあ分析していろいろ話しかけるとですね、だからっていうふうにこう聞き返すんですけど、この時にですね、あえて表情を見せないんですよ。表情を見せないのはゴンの表情をですね、見せたくないというかですね、まああの、読者に察してほしいんですね。あの、心配しているキルアと同じ視点に読者に立ってほしいんです。読者にこのキルアの目線でこのシーンを見て、 見て欲しいいから顔を見せないんで、すすねもちろんんん顔なんて描ここううととしたたらら無,無表情であれ何でああれれ思ったら描けるんですそれをあえて描け,描けないんですねでそうするとですね、信用してもらうために、無抵抗であるというのを信用するしてもらうためにですね、ネフェルピトは自分の腕を折ってしまうんですね。で、腕を折ったですね、ピトンに対してですね、もう、またも決意が揺らぐんですね。叩こうという気力が歪んでですね、で、えー、気持ちが分かってですね、くじけそうになってくるわけですね。で、ドーンと床を叩くんですよ。 この。 怒りを再転化しようとして、ドーンって叩くんですけども、この今無抵抗のピトーならばですね、この一撃でひょっとしたらダメージ与えられたかもしれないんですね。なので、この二人の驚いた顔っていうのをインサートしてるわけですね。ドーンってやって、この怒りのあまり出した一撃の大,さ大きさに二人ともちょっと驚いているですねで。オーラの強化系能力のこれ無駄遣いですね。オーラっていうのは力を使うことにやっぱその自分が貯めてるエネルギー使うわけです。ここでなんで無駄に使うんだろうですね。 完全に崩れてしまう顔ですね。ネフェルピトーにですね、向けるべき怒りが自分の気持ちに向いてしまうんですね。なんで俺は怒れないのかなんで俺は非常に目の前のこいつを殴れないのかという、それのこのなんでなんですよね。いわゆるそのピトーはカイトの敵で殺さなきゃいけない悪だっていうですね、感情と、でも目の前の少女を助けようとしてる、ひょっとしたらですね、現影旅団とかボマーなどこれまでの敵だと思ってた 相手と同じように分かり合える存在かもしれないという、ね、感情がせめぎ合っちゃうわけですね。最終的にゴーンはですね、一生懸命ですね、論理を、自分の頭の中の理屈をですね、カイトにはひどいことをしていて、小麦だけは助けようとしてるなんってずるい、不公平だ、だから、 殺すんだっていうですね、結論に無理やり持っていくことで、自分の感情に決着つけるわけですね。で、それに対してですね、キルアは、いや、お前の目的はピトを倒すことではなくて、カイトを直すことだろうっていうですね、突っ込み入れてるわけですね。これはその、一巻からの大きい流れなんですよね。つまり、一つのテーマがあって、それに対してそれじゃダメだっていうのがある。そこの中で揺れてる時に、第三の視点を常に持ってくるっていうのは、ハンター×ハンターの一話からの、その、お話の流れでもあるし、キャラ 行動のの流れのパターンででももあるんですけどもです、ね、それを言われた時にですね、ゴンはですね、キルは冷静でいていいよね、関係ないからというふうに言うんですね。それを言った時にですね、昼はあの表情の変化ですね。この表情の変化がすごいですよね。目がまあ悲しい目になっていて、このね、あの、 3個目の目、あ4個目の目に比べれば、明らかにちょっと目尻が下がってるんです。で、口がへの字になってる。への字になってる口がまともに戻ると。これはですね、その、目尻と口元が下がった無力感ですね。あと、その、ゴンへの怒り、悲しみ、哀れみ。で、関係ないと言われたショックといった表情を、口元だけで一瞬見せてですね、すぐに口角を上げて、目尻をつぎ上げて、いつものですね、 え、キルアの、顔に戻るんですね。っていうのはですね、そのゴンを助けられるのは俺だけだっていうことと、その俺は嫌われてもいいんだと、こいつに嫌われてもいいんだと、こんなことを、お前は関係ないからね、こと、こんなことを散々言われてもいいんだっていうふうに思ってるから、この表情ができるわけですね。そういうですね、その自分の中で荒れ狂う感情が、そのまま顔に出てしまうゴンと、まあ、自分の感情の中の矛盾ですね。どうすればいいんだっていうのは、全部出てしまうゴンと、それを見る 見せないキルはですね、その見せないキルは、その見せないんだけど一瞬だけですね、こうぐっさり刺さった時だけ一瞬。 目の端、口の端に出てしまうキルアっていうですね、この対比で見せてますね。すごい名シーンです。ゴンの感情的なクライマックスがピトーとの対面ですね。対面のやりとりだとすると、キルアの感情のクライマックスはこの後のですね、この時にですね、なんとかキルアは自分の感情を抑えたんですけども、その後ですね、キメラアントに改造されたパームとの戦いというターンに入るんですね。で、パームという人自体をキルアは好きじゃなかったんですけども、でも、 パームを何とかですね、正気づかせようとしてゴンのことを話したときにですね、それまでここで押さえてた感情がパーム戦で出てしまうという、これが本当にうまいんですよね。まあ、キルアの細かい感情変化をですね、読み取れなくてもですね、ここから2巻先、28巻のエピソードをで,ですね、このとき実はキルアがどう思っていたのかの答え合わせをしてくれるんですね。キルアのですね、まあ、一人ごとという感じで,ですね、セリフを読むだけで感情を得るようになっています。まあ、この辺の作りもうまいです。どんな内容か、皆さん、 お手元の単行本28巻を読んでください。